34レバンテ監督系のものを続けやっていきたいなと思います。で、今日のレバンテのスタメンなんですけど、キーパーマルドナと、で、3バックサエンス、ベゾをよく知る。ベゾ前回出してないよね。だから、今シーズン初出場です。で、今日右のウィングバックテヘロを出しております。で、トップもウナルを変えてロサダを起用してやっていきたいなと思います。まあ1節2節とやってウナルがどうなのかなみたいな、ちょっとまだ調子は良くないのかなっていうところで、今日はロサダを先発起用させました。でね、開幕戦と2節とね、まあだいぶ苦しんで、まあ、勝てたはいいんですけど、だいぶ苦しんだので、今日はしっかりね、なんか解消したいですよね。もうそろそろね、3-4-2-1も慣れてきてもいいんじゃないかなっても思うので。うわ、なんだその、かわしたと思いきや1回目のスライディングはフェイクだったみたいな、ジャッジスルー的なね。さあ、そしてピンチです。あ、なクロス下手そう。やばいやばい、あ、え、あぶね、え、あ、え、お、お、何今、なんかもうちょっと何の、なんかどうなってるのか分かんなくて、よかった、でも決まんなくて、ずっとクリアボタン押してた。危ねえ、なんか何もさ、今変な反応しちゃったけど、とりあえず決まんなくてよかったなっていう。さあどうする。あ、ロベルト、ロベルトでしょ今、絶対ロベルトじゃん今。うわー、こういうとこ、おい。でも、ま、なんかさ、まあ、全然なんか攻められてるよね。こっち攻めれてないのに。な、治ってくるかな、こう、来月とか。来月の方がさ、だバレンシア、バルサとも試合あったかな。で、CL も始まってくるし、大丈夫かな。3-4-2-1不安だな。あ、テヘロ使いたかった。使う。OK! あ、落ちたか。返せ、今の喜び。うん、普通に喜んじゃった、今。今、旗上がってないと思ったら、上がっとるやんけ。おっさいか、これ。おい。やばい。アルバロ・ツェヘル・バルディ。ベンソール。いや、ここで一本決めときたい。さあ、ロベルト。ヤン・クック。ヤンクックモンスターハンター。うわー、ロベルトのとこ決めておきたかったけど、まあしょうがない、後半しっかりしてます。でもなー、 3-4-2-1 におけるワントップってどういうタイプがいいんだろう。ほんとウナルみたいな、まあその体を生かしてっていう選手のがやっぱいいのかな。そしたら2シャドウがね、2列目から飛び出しみたいなのがいい、良かったりするし、逆にワントップがそういう裏抜け得意な選手でもいいのかな、どうなんだろうっていうのはまだまだ見ていかないと。でもウナルがなんかね、まあ、そんなになんかまだ 3-4-2-1 で機能してないっていう言い方もあれですけど、まあ、点が取れてないんでね。あ、いいよテヘロ。さあ来た、オッケー、素晴らしい今の、ナイス、よかった。クロスちょっと緊張した、変なとこ行かないかなって。でバルディ3試合連発すごいね。またなんか一昨年のシーズンの16ゴールぐらいがの勢いで、ゴール量産中、4ゴール目。いやでも、バルディは2シャドウのさ、右に置いといて、正解、シャドウで正解だったよね。そこはなんか良かった。そこを見出せたのが良かった。まあ、あとでももっと全体的に機能してきてくれたらいいんだけどね。やっぱ監督によってとか、そのシステムに、あ、待って、チャンス。おお、お、PK！ 来た。ここバルディ蹴らすかも。なんかずっとね、なんかトラウマじゃないですけど、プレシーズンのギリギリ、ギリギリというか、
途中までねバルディで決めれてなかったんですけど、もう克服したんで、うっしゃ、危ね、危な。でバルディドッペルバックで今シーズン5点目、おっきよかった。今ヒヤッとした。エンスドール使ってもよかったか。さあロベルト、バレリー、ワンツー、ロサだ、ロサだ、自分でもう一回、惜しい。ちょっとまずいか。落ち着いた、落ち着いたよ、落ち着いたよ、落ち着いたよ。 OK 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 OK、 ナイス。決して落ち着いてなかったけど、よかったよかった。さあ、うん、待って、ここは拾われる、ピンチ、オサイ、決められてしもうた。さあ70分、ロサダ下げてウナル投入。まあもう無失点試合の夢は途絶えたんですけど、なんせでも勝ちはしたいので、エンジンブースト全開。なんかダサい、今のすごいダサかったね。今もっといいこと言おうとしたのにダサかったね。やばい。さあバルディ、ちょっとハットトリック狙うか。オッケー、ハットリック、バルディ、ナイス。いや素晴らしい、バルディハットトリック。もう6点目か。3節で6点はすごいな。さあ78分、バルディ下げてメンデス投入。でもね、バルディがなんかね、そう、得点が偏ると、ちょっとバルディいなくなった時心配になっちゃうんで、他の選手にも期待をしてるんですけど。あ、やべ。いやー、それはうまいな。あ、オッケー、オフサイか。さあ、サイド、いや、いいね。さあどうする。さよなら、来た。あ、オフサイかい、オフサイかい。さあ87分、ロベルト下げてモラレス投入。テレテテテ。さあモラレス、モラレス、ウナル。さあウナル、うなる、オッケー、よかった、うなる。点取ってくれてよかった。このままなんか、どんどん点取れず、不調に陥ってしまうかと思いきや、まあ、やっぱエースですね。バルディ、うなるは、そのエースです。2大エース。オッケー、いい感じに振り抜いて決めれた。まあ、ちょっとね、モラレス決めさせてやりてえなって思ってた部分もあったんですけど、なんかウナルがいけそうだったんで、まあ、結果的に点も入ったしよかったです。 OKOK。 まあ今日は、まあ、1失点しちゃったんですけど、4対1ようやくなんかこう危なげなくというか、まあ、2対1になった時は危なかったんですけど、まあ結果的にスコア見て4対1最終的なところで、まあ、そうやって勝てたのはよかったです。はい、ということでテネリフェ戦4対1で勝利することができました。まあ2対1になった時はちょっと危ないかなと思ったんですけど、まあ最終的なスコア4対1っていうところは、なんかようやくしっかり勝利、危なげなく勝利できたのかなっていうところはすごく良かったかなと思います。じゃあ放出があったからちょっと補強しようかなっていう風には至らないというか、結構もうスカットがいい感じに仕上がってるので補強しなくても大丈夫かな。このままなんかどこのポジションも結構もう取っちゃうと、ほんと余剰戦力みたいな感じで使
使いたい選手とかもなかなか起用できないっていう状態になってしまうので、まあなんか期待させといてね、こういう結果になってしまったのは本当に申し訳ないなと思いますし、コメントとかでもね、いろんな選手を教えていただいて獲得ねしたいなと思ってたんですけど、ちょっとご期待に添えることができなくて、そこも、すいませんでしたとちょっと謝罪をさせてください。まあ、ただね、あの冬の補強もあると思う、てか冬の移籍期間があって、そこでは1回以上は絶対補強したいなと思ってるので、またその時取りたい選手、まあ、コメントでねいただいた選手とか取っていければなと思います。本当に申し訳ないです。ここから、まあ、移籍放出のお知らせをしたいなと思います。まずドゥルミシ、前回の動画で言ってたかな、ドゥルミシがヘルタへの完全移籍が決まりました。でペドラサもアトレチコから違約金支払いで、アトレチコへの移籍が決まりましたっていうのが、まあお知らせですかね。で現状のスカッとこんな感じなんですよね。結構もう中盤とか前のポジションもいい感じ仕上がってるというか、うん、でベンチ外でもリザーブでもこんだけ、だってアルバレス、カガ、モラレス、テヘロとか、まあユース出身の選手とかも結構仕上がってきてるので、もうこれでと、まあ、とりあえず冬までやっていこうかなっていう風に思いました。まあ、433とね3421併用していけばメンバーこれで乗り切れるとは思ってるので、まあどっかもう一人取るってなると、本当に今いる選手がなかなか出れない状況になってしまうと思ったので、まあカップ戦とかいろいろあるんですけど、そういうのも踏まえた上でも、まあ取らなくていいかなっていう風になりました。まあ、メンデスとかユース上がりの選手とかが結構マルドナドもそうですし、本当にいい感じ育ってて、戦力としてね計算できるぐらいまで成長してるので、まあ取らないという判断をしたという感じですね。はい、まあそんな感じで、今こういう現状だからなかなか最後補強できなかったよっていうご報告でした。まあこの後はね、試合、次の動画はもうバルサ戦かなになってくると思うので、試合でね見せていけたらいいなと思いますし、またなんかトークとかでも結構僕は雑談する方なのかな、どうなんだろう、わかんないですけど、まあ結構変な喋りとかもしてるので、まあそういうのを楽しみに見てもらえたらいいかなというふうに思うので、まあちょっと補強、まあ補強もね人気なコンテンツの一つなので、そこがやれないっていうのは申し訳ないんですけど、また違った形で、ね、お楽しみにしてもらえたらいいかなというふうに思いました。はい、そんな感じで今回これで終わりだと思います。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしています。以上です。ありがとうございました。